音楽の奇跡を目撃 NHK ミュージックエキスポ2024でのナンバーアンダーラインアイパフォーマンスが心に響く理由翔くんのサイン一つさえも彼の愛らしさとプロフェッショナリズムを感じさせるものでした音楽の世界は時に奇跡のような瞬間が訪れる場所ですそれは予測不可能で感情を揺さぶり言葉では表現しきれないほどの力強さを持っていますそんな瞬間に立ち会った時 人はただ感動し、興奮し、そしてその瞬間を心に刻むものです。NHK ミュージックエキスポ2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスハマさにそのような瞬間でした。このイベントは、単なるコンサート以上のものであり、音楽という共通の言語を通じてファンとアーティストが一体となり、共有する特別な時間でした。ナンバーアンダーライン愛の登場は、まるで嵐が訪れたかのような感覚をもたらしました。 観客席に響き渡る歓声は、彼らの存在感を象徴していました。音楽が始まると、彼らはただ舞台の上で歌い踊るだけでなく、全身全霊で観客にメッセージを伝えようとしていることが伝わってきました。そのパフォーマンスは、まるで心の中に隠れていた情熱が一気に解き放たれるかのようで、見ているものに強いインパクトを与えました。特に印象的だったのは、 ナンバーアンダーライン愛のメンバー一人一人が自分の個性を最大限に生かしていた点です。翔くんのサイン一つさえも、彼の愛らしさとプロフェッショナリズムを感じさせるものでした。彼のファンに対する感謝の気持ちは、その細やかな行動に現れていました。また、神くんと騎士くんのパフォーマンスも、彼らの成長とともに増してきた魅力を存分に発揮していました。神くんの色気、騎士くんの可愛さ、 そ紫て紫輝くんのかっこよさそれぞれが個々の魅力を持ちしかしその全てが一体となって一つのグループとしての強さを感じさせました観客の反応もまたこのパフォーマンスの素晴らしさを物語っています鳥肌が立つような興奮感動の涙そしてその瞬間を共有する喜び観覧に参加した人々は口々にその感動を語り放送日を待ち望んでいる様子が伝わってきます 実際にその場にいなかった人々も、SNS を通じて伝わる感想を読み、彼らの興奮と期待感に共感することでしょう。そして、このような感動的なパフォーマンスが生まれる背景には、アーティストたちの努力と、それを支えるスタッフ、そしてファンの存在があります。ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこれほどまでに観客を魅了できたのは、彼らが日々の練習や準備に全力を注いできた結果です。また 彼らを支えるスタッフたちの努力も見逃せませまんステージ設営から照明、音響まで、すべてが一つとなって初めて、あの特別な瞬間が生まれるのです。そして何よりも、ファンたちの応援と愛が、彼らのエネルギーの源となっていることは間違いありません。今回の n h k ミュージックエキスポでの経験は、ファンたちにとっても特別なものでした。 彼らが長い間待ち望んでいたナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを、ついに目の当たりにすることができたのです。そしてその瞬間を共有できたことは、彼らにとってかけがえのない思い出となったことでしょう。また、ファン同士の交流も深まり、彼らが共に過ごした時間は、音楽という共通の言語を超えて、より深い絆を築くきっかけとなったのです。さらに、今回のイベントは、 他のグループのファンとの交流の場ともなりました。異なるグループを応援するファンたちが、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに対しても声援を送り、共に盛り上がる姿は、音楽の力が持つ一体感を象徴していました。異なるバックグラウンドを持つ人々が一堂に会し、共に楽しむことで、より広い視野を持つことができたのではないでしょうか。これこそが、音楽フェスティバルの醍醐味であり、 音楽が持つ普遍的な力なのです。このように n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は単なる音楽イベントにとどまらず人々の心に深く刻まれる特別な体験を提供しました。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスはその象徴的な瞬間として長く語り継がれることでしょう。そしてこの経験を通じてファンたちはさらに彼らを応援し続けることでしょう。音楽は 時に言葉を超えて人々をつなげる力を持っています。そして、そんな音楽が生まれる瞬間に立ち会えることは、何よりも幸せなことなのです。彼らのパフォーマンスを目の当たりにした瞬間、私たちが感じたものは単なる感動や興奮だけではありません。それは、音楽の力がどれほど大きな影響を私たちの心に与えることができるかということを再認識させられる瞬間でもありました。音楽は時に、 言葉以上の力を持ち、私たちの感情を揺さぶり、心の奥深くに響くものです。それは、ナンバーアンダーライン愛が見せたステージでも明らかでした。彼らが発する一つ一つの音、動き、そしてその場にいるすべての人々との交流が、共に一体となり、観客全員を一つの大きな波のように巻き込んでいったのです。その瞬間、ファンたちはただの観客ではなく、彼らの音楽の一部となり、 ににその瞬間を作り上げる存在になっていました。観客が持つペンライトが輝きを増すたびに、ステージ上の彼らはさらに輝きを放ち、まるで音楽と光が一体となって踊り出すかのようでした。この一体感は、まさにライブパフォーマンスならではのものであり、その場にいるすべての人々が共有する特別な瞬間でした。しかし、この一体感が生まれるためには、ファンとアーティストの間にある強い信頼関係が欠かせません。 ナンバーアンダーライン愛は、その信頼関係を築くために、日々の努力を惜しまず、ファンとの絆を深めてきました。その結果、彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超え、ファンにとって心の支えとなるものとなったのです。ファンたちもまた、彼らに対する深い愛情を持ち、その愛情がステージ上の彼らに伝わることで、さらに強い絆が生まれるのです。そして、彼らの音楽が持つ力は、 ファン同士の絆も深めるものです。今回の NHK ミュージックエキスポでは、多くのファンが初めて顔を合わせ、共に応援し、喜びを分かち合うことで、より深い絆が生まれました。音楽という共通の興味を通じて、異なる背景を持つ人々が一つにつながることができるのです。このような交流は、日常生活ではなかなか得られない貴重な体験であり、それがまた、 音楽フェスティバルのの魅力の一つでもありますまた、このイベントを通じて、音楽が持つ社会的な役割についても考えさせられます。音楽は、個々の感情を表現するだけでなく、社会全体にメッセージを伝える力を持っています。今回のパフォーマンスでは、ナンバーアンダーライン愛がそのメッセージをしっかりと観客に届けるための努力が垣間見えました。彼らのパフォーマンスを通じて、 私たちは音楽が持つ力を再確認し、それが社会にどのような影響を与えることができるのかを考えるきっかけとなったのです。音楽は、私たちの生活において欠かせない存在です。それは、喜びをもたらし、時には悲しみを癒し、そして希望を与えるものです。今回のイベントでの体験を通じて、私たちは再びその力を感じ取ることができました。そして、 それが私たちの日常生活にどのような影響を与えているのかを見つめ直すことで、より豊かな人生を送るためのヒントを得ることができるのです。最後に、この特別な体験を振り返りながら、今後の音楽シーンに期待を寄せたいと思います。ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがこれからどのような成長を遂げ、どのような新しい音楽を私たちに届けてくれるのか。そして、私たちはその音楽を通じて、 どののような新しい感動や発見を得るることができるのか音楽の未来は無限の可能性を秘めており、その中で私たちはどのような役割を果たすべきなのかを考える必要があります。音楽が私たちにどのような影響を与えるのかという問いを投げかけます。音楽は私たちの感情や思考にどのように影響を与え、私たちの人生をどのように変えていくのでしょうか。また、 音楽が持つ力をどのように社会に還元することができるのでしょうか。これらの問いに対して、皆さんの意見や考えを共有していただき、共に音楽の未来について語り合いましょう。この体験から得たものは、ただの思い出にとどまらず、今後の人生にも影響を与えることでしょう。音楽が持つ力を再確認し、その力が私たちの日常生活にどのように影響を与えているのかを考えるきっかけとなります。 そして、私たちはまた、新たな音楽の瞬間に出会うことを楽しみに待つことでしょう。最後に、この特別な瞬間を共有した皆さんに問いかけます。この経験を通じて、あなたは何を感じ、何を学びましたかそして、次にどんな音楽の奇跡に出会いたいと願っていますか音楽は私たちに何をもたらし、どのように私たちの人生を豊かにしていくのでしょうかぜひ、 皆さんの感じたことを共有し共に音楽の未来を語り合いましょう。